Excel Pro からティップ紹介。今日は Windows のフォルダファイル整理をどんどんレベルアップして学んでいこう。まずはね、ショートカット知らない人の初級編。これ選択して右クリックしてアイコンを押しながら名前変更するっていうね、よくあるパターン。これだと遅いんですよ。まずはね、この基本のショートカット、F2 キーを押すことを覚えてね、編集モードに簡単に切り替わって簡単に入力できちゃいますよと。さあ、レベル2行きましょう。ファイル名を連番にしてみてください。これ皆さんどうやってますか？ね、手入力で 123456 って振ってたらめちゃめちゃ遅いですよ。これね、コントロール A 選択して、はい、全選択からの F2 からの名前入力からのエンター。一発で 123456 って風についたでしょ。こういう風なやり方はぜひ押さえて。そして3つ目のレベルアップいくよ。さあ、コントロールを押しながら選択して、名前書き換えたいものだけ選んだ後に、はい、バスンですよ。123っていう風についたよね。こういうやり方ぜひ押さえてみて、LINE 登録はコメント欄からどうぞ。